足屋市立山手小学校は、兵庫県足屋市山手町にある公立小学校。国道2号以北かつ、神戸市境から宮川までの地域に相当する、墓下に、奥山、奥池町、奥池、南町、山手町、山足屋町、東足屋町、西山町、三条町、三条南町、船戸町、松の内町、勝若町、西芦屋町、 大原町一、城宮川町一、成平町一、前田町二、清水町二の全域。なお、市の教育委員会に届け出ることで、一のついている各町は岩塩小学校に、二のついている各町は青銅小学校に、それぞれ通学が可能になる場合がある。基本的には、芦屋市立山市中学校に進学するが、国立、芦屋市以外の公立、市立の、 中学校、中等教育学校へ進学する者もいる。芦屋市広報課。広報芦屋、平成12年8月15日号1ページ目、9月1日、新学期始業式から、通学山手小学校振興者が完成。芦屋市長。2019年9月20日閲覧。芦屋市校長広報課。広報芦屋昭和40年1月5日号2ページ目中央。 小学校の通学区域変更実施は41年度から。芦屋市長。2019年9月20日閲覧。芦屋市校長広報課。広報芦屋昭和47年1月5日。号2ページ目右上。4月1日開校の花称朝日川丘小通学区域が決まる山手。岩遠慮省の通学区域も変更。芦屋市長。2019年9月20日閲覧。 なお、国道二号以南の芦屋川西岸の各町は、三条、小学校開校以前より、青道小学校の校区である。芦屋市校長広報課。広報芦屋、昭和53年2月5日、号1ページ目、6番目の小学校開設近づく、名称を、三条小学校に、司会で審議中。芦屋市長。2019年9月20日閲覧。ただし、 その地域内であっても、旭日川岡町、東山町については、旭川岡小学校の校区である。芦屋市教育委員会管理部管理科学児係。芦屋市ホームページ内、通学区域の中の2、調整区域にお住まいの方の指定校の変更について、のこう。芦屋市教育委員会。2019年9月20日閲覧。ありがとうございます。